は、ウェブクー M&T ミュージックのランジュミキと申します。ご無沙汰いたしております。私はデビューしてもう6年になりますけれども、作詞作曲今も地道に活動をさせていただいております。コロナの影響でなかなかイベントで直接皆様にお会いする機会が ありませんので、すごく非常に寂しいんですけれども、こうやって映像を通してまたまめにいろんなものを配信していければなというふうに思っております。今日ご紹介させていただくのは、私の1周年記念アルバムの中からとってもお気に入りの赤い菊という曲をご紹介させていただきます。これは女性の本当に切ない心を歌った曲なんですけれども、オイランの時代のそういう女性の心、そして今の現代の女性っていう部分で重ね合わせた曲を作らせていただきました。映像の方もオイランチャレンジしておりますので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思っております。今回光岡弘先輩のお声掛けをいただきまして、日本アーティストクラブに参加させていただくことになりました。今後はですね、本当に歌手の皆様方と一緒になって、すごい楽しい動画配信なども含め頑張っていきたいなと思っております。私が今手掛けておりますのが、企業ソング、応援ソング、 CM ソング、そういったものも作らせていただいております。ぜひ、皆様もちょっと楽しい企業ソングなり CM ソング、そういったものをオファーいただけましたら頑張って作っちゃいますので、どんどんお申し出ください。よろしくお願いします。近日のイベントは本当残念ながら今できませんので、また、来年に向けてですね、新曲も準備しておりますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。それでは聴いてください。赤い雨が降る、血の涙を流すように、いくら待ってもあなた遠い人、私の恋心真っ赤に染めて